今回紹介するのは「世界史の針が巻き戻る時」という本です。世界がどこへ向かうべきなのかその羅針版ともいえる哲学書である世界史の時計の針が巻き戻っていると筆者は警鐘を鳴らしている価値の危機民主主義の危機資本主義の危機テクノロジーの危機そしてその4つの危機に共通する表彰の危機が いかに世界の主要な国々を対抗させようとしているかが示唆されている本書から例えを一つ抜粋しよう世界国家という枠組みがない中での経済的グローバル化のもたらしたものは暴力でしかなく世界の国々はこれから保守に向かう危険性があるとの懸念が本書には記されている今米中間に勃発している貿易戦争も いくつかの国々におけるムスリムに排他的な動きも世界で起こっているさまざまな事象が時計の針が巻き戻っていることの証だと筆者は語るその意味におけるトランプ大統領の有能さすなわち米国の守護者としての有能さは本書に詳細に描かれているが我々もそろそろ最も親密な と我々日本人が思っている同盟国との連携の枠組みを一から見直すべき時に来ているのではないだろうか衝撃を受けた一説があるので簡潔に引用したく思う経済システムの目標は人間性を向上させることであるべきですべての学問分野は同じ一つの目標すなわち人間 そして人間のの幸福の条件を理解するることであるべきだ筆者が本書の中で全ての企業に倫理チームを置くことを提言し自らも実践している資本主義は利益追求と密接に結びついているため時に悪になる危険性を内包し倫理チームを置くことで民主主義を阻害する危険性を減らし 民主主義の世界をさらに到達点に近づけられると説いている。民主主義とは、現在我々の生活に深く食い込むインターネットで繰り広げられている。個人の自由の無切操な実現とは侵略のものであり、すべての人々の尊厳を守るということであると筆者は断言する。今大企業が行っていることは 何千人もの赤子を窓から放り投げる行為と変わらずしかも実際に手を汚したあるいは目撃した光景ではないすなわちリアルではないためその行為に苦痛はないナチスが行ったホロコーストと同じようにドイツ国民は虐殺の事実を知っていたけれど関係者以外その事実を目の当たりにしたことはなく。 国民の認識としてはファンタジーと同じでファンタジーが苦痛をもたらすことがないのと同じだこれが資本主義のひいては民主主義の危機であることに筆者は警鐘を鳴らしているこのようなあやふやな世界観からだし何が真で何が偽なのかさまざまな方法で見つけ出していくのが現在最も重要なことであり筆者の提唱する 新しい実在論であるると言えるだろう最後に筆者は人工知能が人間の労働力にとって変わることを非常に懸念しているベーシックインカムなどの口約束では解決は難しいだろう世界は果たしてこの問題が引き起こす貧困化のスパイラルを止められるだろうか世界史の針を未来へと進めることができるだろうか筆者であるマルクス・ガブリエル氏は 今までに類を見なかった新時代の哲学者であるおそらく世界中の多くの人々が彼の著書を読むだろう今世界がどこへ向かおうとしているのか本書には5つの危機が示されているがどうしたら世界がその危機から脱せられるのかそのヒントが彼の本には溢れているぜひお読みいただきたく思う以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。